おう、来たよ。祖先。酒も飲めねえのに来たのか。駐車場ってこんな感じだった。知らねえよ。どういうプランですか。え？どういうプランですか。知らんがな。サオくんが一人じゃ入れない店に入られる。これちょっと一人じゃあれだなみたいな。だ、空いてます？空いてます。絶対空いてるやろ。要はいろんな店がこの中に。あ、横丁だからね。横丁だから。へえ。あ、これが入ってるんだ。ああ、はい。じゃあこれしよっか。はい。本当ですか？ありがとうございます。すごいな。すみません。はい。はい。久しぶり。何年ぶりよ。3年以上じゃない。はい。ただね、俺、記憶だと、18年。2018年。ですかね、あったの。僕の記憶だと。もういいね。いや、あの売り切れですね。売り切れんなよ。その白子って本物で、白子っていう漢字が読めないのかな。読めるちょっとどっかで思ったもん。やめまへんでみたいな。山口ちゃん。そうそう。山口ちゃん。山崎。10日3日とかやってで。やめへんでみたいな。
って。次の日俺休みだったんですよ、うん、だから俺さ休み、俺明日休みですけど暇だからって言ってプラモデル作っちゃダメですよって言ったんですよ、うん、でちょうど次の日古市さんが休みだったんですよ。で次の日俺が店に行ったら出来上がったプラモデルがドーンと落ちた。そのプラモデルは何だったの？何のプラモデル？ググカスタムかな。ググカスタム。確かに。バケんな。ググカスタムって言って、縦にガトリングがみたいな。それ、その話は俺好きなんだよ。本当に好きだよ。だって、あれでしょ、アパレルのお店だよね。店だよ。お店の話だよね。お店で作ってるわけだよね。客がいるのに作ってるんですよね。ニッパーでちょくちょく切って。どう考えたって俺その店好きだもん。